それじゃあやっていきましょう。焼きつく実況のパート多分25ぐらい。あ、そうだ、あの前回ゲームオーバーになってしまったか、正常に終了されてない KFR です。なんか途中でねチリチリ音が言い出して、なんだろうこの音はとかって思いながらいじってたらパソコンがフリーズして、あえなくそこまでの話してた内容はなくなりました。お亡くなりになりました。何だったんだろうね。なんかね、なんかチチチチチチチみたいな感じの音がし始めて、セミの音かなみたいな感じだったんだけど、わからん。とりあえずパソコンを再起動して、でドリームキャストの方はうまいことセーブできてなかったんで一旦消して、ディスクをホコリ取りで、ホコリ取りっていうかな、メガネ拭きみたいなやつ、あれで。ちょっと待ってね、練習機器買います。お金があるんで。いやー、したくはなかったけどね。あ、間違えた、こっちじゃない。大型ビジョンなんて買えないし、天然芝張り替えしとくかな。いや、やめとこう。たった800万円で練習への負荷を下げることができるんだけれど。このパワーアンクルを買います。トレーニングマシーンが欲しいんだけど、本当はこっちも欲しいんだけど、選球眼も上がるのからね、欲しいけどね。ちょっと足りないの、お金がちょっと足りないね。でグラウンドにもう一回戻って、2週分ぐらい先までやっちゃいましたよ、間違えて。頑張ってやってたんだけど、その喋りが全ておじゃんに。しかも焼きつくって、その結果が多分そことまた違ってくるから、別の平行線の未来にここから進んでしまうという。ちなみにさっきやった時はあれです、あのマジック点灯してました。こんなもんかな。奈良原どうしよっかな。奈良原はどうしようもないな。これなんでトイレで休ませてんだろう、よくわからんな。優勝決まってんだ、みんな。ほぼ優勝をもう手中に収めているのだから、しっかり練習していこう。はい、でしょう。これね、つぼいの成長が目覚ましいんですけど、どういうことなんだろう、どういうことなの。おバンド、ちょっと長打の方がいいなね、守備が悪いし長打の方がいいな。肩上げた方がいい。小笠原も調子いい。多分パワーアンクレット買ったために、そんでもなかった。よし、行きましょう。これね、この次の週で、近鉄戦を見せようと思ってたんですけど、近鉄戦を見せようと思ってたら、大栄戦も見せたかったな。大栄戦と近鉄戦を見せようと思っていたら、いや、今関を投げさせよう。マックスなんで。調子マックスなんで。ふふ、2対9。結果違うからね、この時点でね。一塁内野安打。5番の稲葉の4満塁ホームラン。1打点。いや、これ、稲葉が割と上がってきたんじゃないか？揺り戻しか？ 5 打数3安打、2本5打点。これが揺り戻しですか？ここで岩本だな。ガンちゃん。うえ。なんでだ？相性悪いんか？相性悪いんか？国母にアホみたいに打たれてる。ちょっと打撃成績、ホークス、国母、2本。
そりゃあ打た4本打たれてるのかヒット4打数4安打2本3打点ひいひいこれ国語の外のストレートこれ打てるのおかしくないかめっちゃ外角やんめっちゃ外角さあやばいな平行線の未来と平行線の未来と結果が違ってるんだがこの次の次でこの次の次の次の試合今からこの時点から3試合先でマジック転倒してたんだけどその時は日ハム5連勝でそこまで行ってたから 2.5 に詰められた近鉄にカツナミ1500試合試合出場ってまあバカにされそうな誰がバカにするんだって思うけどバカにされそうなあれだけど記録だけどでもすごいよね勤続年数というかそれだけ無事これ名馬というかまあある意味監督にねとかオーナーに気に入ってもらえないと試合には出られないんだけれどもどうもだその毎日休まずっていうそういう感じで試合に出てきてたってことでしょそれはまあまあすごいよなまあすごいよねオバンドはやっぱちょっと十分コーダが伸びてきたんでパワーをつけますまあ新庄はめっちゃ体力伸びてるし坪井はめっちゃ選球眼上がってるしすごいいいなまだ26だぜいいな惚れ惚れするわ坪井に惚れ惚れするこんないい選手が小笠原も今伸び盛りになってるな総力かけたいねいや守備かな興味は今休み中興味は今休み中まあいいでしょうまあいいでしょう3割5分サクサクっとねサクサクっと2週後半終わります3週後半あれまだ2週後半かやっぱちょっと1週間ぐらい遅れてますね現実とリアルとよろしくないですねちょっと遅れ気味になってるそうだ夏の甲子園の話とかさしようと思ってたのにもうしないままでいいね釜足農業がどうのこうのとかそういう大阪桐蔭の連覇とか春夏連覇とかもういいね旬じゃなくなってる清宮20号打ったやったで清宮3号打ってたね2号3号打ってたねやりますねさあここを見せていきましょう甲子園じゃないけども桐生第一でめっちゃ投げめっちゃいいピッチャーだった正代付きです一応魔改造というかチェンジアップを一つ覚えてるまあ門もいけるけど、まあ、2勝1敗でいきましょうかピッチャージョニー黒木ジョニー黒木ってどこの子鹿児島実業かいやあんまりうろ覚えのことは言うまい鹿児島出身だったということだけは覚えてるいやーロッテ戦は初めてじゃないかここまでやってきた清宮シリーズでロッテとの一戦はしかもなんかナイターですなこれは現時点で首位正田野口清宮金子誠小笠原奈良原稲葉坪井新庄か新庄坪井下向いてたら分からんなんかYouTube でねなんだの昔の VTR をたまたま見てて新庄の守備の極意すごいぜあいつは本当にすごいやつだったあいつっていうか野球選手の中で一番新庄を尊敬してるぐらいなんだけどもねこのアザラシは
尊敬しとるぐらいなんだけど、ちょっといきなりピンチ招いてますね。諸積がバントしようとしている。新庄ってなんかの守備構え、守備はまずあのこのエドと入るかな、入んねえな、この後ろの方にいたんだけど、まず守備の時にはあのね、普通の野球の野球小僧だったら、なんで諸積に打たれるんだ。ワンスリーから、これはピッチャー変えた方がいいかもしれん。もう諸積に打たれ落ちゃいかんでしょう。左の諸積、福浦だ。ここの時に新庄ってこう構えないんだって、あのよしこいみたいな感じで構えないんじゃなくて、だらっと構えといて、で投球モーションともにもう走る体勢に持っていくというか、こうしっかりガッと構えると一歩目が遅くなるから、だらっとこう半身ぐらいだらっと構えるのがいいとか言ってた。へえ、野球経験ほぼほぼないからさ、野球経験ゼロだね。ソフトボールぐらいならあるけど野球経験ゼロだからさ、そんな野球の極意とか言われてもってなんだけど、でも確かに一歩目のことを考えたら、カチッとこう守ると、カチッとね、両手にこう両膝に手を当ててカチッと構えるよりはその方がいいのかなって気がしましたが、いきなり3点ビハインドに身長ヒット。小笠原の打席です。小笠原バントはもちろんしない、つなぐ打席、難しいな、つなぐバッティングだけど、うぃー、内角高めだぞ、黒木、ジョニー黒木、タララ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 ラ、君を守ってやるよと、なめに誓った夜なのに、ななななななな、ダメだ、歌詞うろ覚えすぎる、なな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 な、なだから好きだと言って手を取り合って、そして笑ってもう一度、なな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 な、なな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 、ダメだ、なななばっかりですごいうろ覚えになってる。サザンの波乗りジョニーっていう曲ですね。全然だわとか言ってる場合に、とか言ってる場うちに小笠原が打ち取られとるやないかい。ちょっと不甲斐ないよ、2人左の2人3人目。しかし清宮は違う、ここで打ってくれる、これは清宮を信じている。うわー、酒井忠治やりおる、名手清水正海。この頃のロッテはね、清水と橋本佑という2枚看板なんだけど、あともう 1,2 年すると多分里崎が出てくるんですね。里崎が出る前のロッテという感じ。5バンド打てない、金子誠フォアボールで出るぞ。1球見ていこう。2割6分1厘、金子誠、イエス。うへえ、強いな、なんかロッテ。さあ稲葉です。打率2割2分8厘。これは果たして稲葉と言っていいものかどうか。この物体を果たして稲葉と言っていいものかどうか。2割2分8厘の稲葉などは。6でもねえな。6でもねえな。今日の試合は6でもねえな。ハムのいいところが全く、うおい、うまい。うまいキャッチを見せたものの。厳しい。どうだ、ノーアウト一塁三塁、変えるべきか。しかもここで田中幸雄、うちが捨てた
うちが最初の時に捨ててしまったミスターハム、ミスターファイターズ田中幸雄が DH となって、このフォームめっちゃかっこいいんだよな。焼きつくのこのフォームめっちゃかっこいい。おーし、ナイス。でも現実はあんなフォームじゃないんだ。ちょっと違う。あのアーグザラットのトッシュみたいな構えやな。一撃だぜってやつ。オーカライバッ、オーカライバックザン。アークザラッド2、アークザラッド2じゃない、アークザラッドのソシャゲが今出てて、ついに光と音の RPG、アークザラッドのね、ソシャゲが出ててですね、ついインストールして やってしまっている。なんかあの、ね、自分らの世代は大体ドラクエでしょとか、ファイファンでしょみたいな。ちゃうんだよ。違うんです。大怪獣物語とかさ。アークザラッド2なんです。まあ、ほとんど RPG やってきてないけど、人生。ちょっとまた変えた方がいいんじゃねえか、本当に。ショーダー。変えよう。いや、もうちょっと。もう、このイニング頑張ってほしいな。これじゃあまりにも、見せ場がなさすぎる。このイニング抑えてもらおう。堺ぐらい。打率2割2分2厘ぐらい抑えてもらおう。アークザラッドなんですね。あの、ついソシャゲっつっても、アークザラッドやっぱね、ロマリアとかね、ロマリアだったかな。ロマリア？うん。とか、あの、都市の、ホルンの抹茶もないんだけど、都市の名前がさ、なんか懐かしいしさ、いいんですね。やっぱ世代だなって感じがする。アークザラッド2世代だな。プレステ当時持ってなかったけど。友達ん家で見させてもらった気がするな、アークザラッド2の。で、その後自分でプレステ買って、自分でプレイした。アークザラッドは、本当に素晴らしい RPG ですよ。アークザラッド2しかやってないけどね。1はやってないけどね。ミッド。そして、3ベース。ここがさ、1点入れてほしいね。優勝をも、この、視界の端に押さえてる。ハムとしては、ほぼ優勝を目前といったハムとしては、0-5であっても勝ちに行く姿勢を見たい。うえ。0-5でも諦めるな。なんでアークザラトの話しとったんだっけ？なんでアークザラトの話を。田中幸雄の構えがトッシュの構えと似てるっていう、それだけでした。それだけでした。アウト。手も足も出とらんなき、黒木に対して、ジョニーに対して、手も足も出ほどではないか、スリーベース、アウト。壊れた信号機がサードにいるな。三塁、コーチャーズボックスに壊れた信号機がいる。なんだかんだで翔太を5回まで投げさせてるね。よし、覚えさせたし、チェンジアップ。キャンプで覚えさせたチェンジアップ。坂井。おーい。嘘だな。見守る。ボーリック。三塁ボーリック。抑えてほしいな、ここ。セカンド、よし。いい守備しますね。次のイニングは全然期待できない。金子、三振、稲葉、ショートライナー、野口、よし。ピッチャー交代だ。ここまでよく投げた。ほんとよく投げた。素晴らしい。
ここから立山です。こっからゼロ風できると思うな。何せ立山だ。ここだね。ちょっと今日の成績は分かんないけど、石本か田中健介、田中健介打率4割2分クリーン。黒木は右投手だから、まあ分があるのは田中健介。健介どうですか、この采配の、この采配の冴え渡りぶり。即座に盗塁。なんでだ、総力 BB はあったぞ。なんで清水正臣に刺されるんだ。まあ清水確かに肩は強いけど、しかしまだ走らせます。これはいけ、これは望めてる。よし、よし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 。これで坪井がつなげば、打率3割3分、3割の坪井ならば、2本ヒットを損し、ダメか。頼むぞ、清宮。打率3割を超える清宮なら、この打席。この打席。2打席凡退した後のこの打席。打つ確率は非常に高いはず。それじゃ、それか、それか、ダメか。レフト三郎だね。立山ならまあ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 、うう、早速田中健介にしているということが裏目に。2本ヒットを作ったな、田中健介で。まあまあまあ抑えた。黒木立ちはだかるな。打つ手なしだな、打つ手なしだな。まだ立山いっか。いやいやー、サブロこのままじゃ勝って抑えるシーンがないですね。田中健介はまあ打つから5割、うん、ショートがめっちゃ硬いんだよ。小坂ゾーンなんだよな。新庄は右に左3。これ新庄の1番めっちゃ当たってるな、よう考えて。もしかして黒木の守備がめちゃくちゃいいのか。もしかして小野角楽しみっす。ここまで好投を続けてきましたが、マウンドを降りることになります。清水秋夫ストライク。なんか FFF か 5F かなんかの日ハムの情報番組かなんかの動画でもう清水秋夫が出てたな。そんな有名な選手かと思ったけど、ちょっと変えなかった俺が悪いか。つぎ込みたくない。桜井ねえ。さあ最終回、石井博をファーストに。5点差ではな。しかし黒木このまま完投か。黒木にひねられるのか、ジョニーに。
このまま行きそうな気がするな。うまいよショートがやっぱり。打った瞬間に全くなんか微動だにしてないもんな。まあ普通のショートでもあれはライナーで終わるんだろうけども、坪井と笠原がもうちょっと打ってくれたらこの試合勝てたぞ。いやこれもお、いいね。さあチャンスで清宮だ。なんで清水直之なの。中継ぎじゃないだろ清水、先発タイプだろ。これはチャンスある、チャンスある。こっからいやー5点差だからな。小坂今日のサムネイルをどうすればいいんだろう今日のサムネイルをどうすれば。盛り上がるポイントが一個もなかったな完敗だ。ジョニーには勝てんかったよ。めっちゃ怒ってる大島康則が。めっちゃ怒ってる。近鉄勝ちたいね。直接対決。これ負けると 1.5 ゲーム差まで縮められるからね。オーナー賞500万。いや、少ないぐらいか。500万。なんとか勝てたけど。なんとか勝てたけど。ほう。ふむ。新庄がめちゃくちゃ当たってるね今。なんか7打数3安打2本3打点7打数って清宮全然打ってないじゃん、全然打ってないじゃん。あ、これで追いついて9回にで0月ほう最後に新庄がホームラン打ったと。すごい試合だな。ちょっと見たかったなこれ。こっちを見るべきだったかもしれんね。まあそしたら普通に動画の時間が40分とかになってたかもしれない。まだ延長戦の試合はね、見てないもんね。101試合が終わって 3.5 ゲーム差。近鉄とデッドヒートを繰り広げてますが、近鉄ほぼ中村のりの力だけか。まあね。いて前打線みたいになってたかな、きっとね。のりさん。だけじゃないのりさんみたいな。山川ふさおだけ、吉尾だけ。さあ、じゃあまあこんなとこですね。こんなとこっすね。次回いっぺんにもしかしたら8月分やっちゃうかも。4つ分、4週分を待って、4週半分、4半週分、2週分かな、2週分をババッとまとめてやっちゃうかもね。数日中にあげます。8月中にはなんとか8月は終わらせておきたいかな。ということで、特に盛り上がりも何もない、ロッテに負けたってただそれだけの、ただそれだけの日でしたけども、こんな日もありますわな。野球ってのはいつもいつもドラマチックってもんじゃございませんってことで、ほんなまた。